そのどちらも嫌だというのはどういう意味なのですか。本当にそれでいいのですね。あなたが自らの手で決着をつけるというのであれば、それもいいでしょう。そうは言っても、決まってしまったからには仕方があるまい。とにかく今回の祭りでサタン様の生贄に選ばれたのはお前ではなく、お前の弟なのだから。父さんだって今回こそお前なら選ばれるって大丈夫だって言ってたじゃないか。あの儀式の生贄に選ばれることは最高の栄誉なんだよ。それにうまく儀式で生き残れれば、あのサタン様の永遠の魂が手に入るかもしれないんだ。それなのによりによってあいつが生贄に選ばれるなんて。どうやら何か思い出したようですね。おい、大丈夫なのか。大丈夫、お兄ちゃん。さすがはメフィスト様の魂を受け継がれし、邪悪なる次世代のゴッド様。それではあなたが本当にこの世界の崩壊を阻止するために自らの命を犠牲にできるのかどうか、ここでじっくりと見物させていただきましょう。さあ、今こそ自らの手で決着をつけ、この世界の封印をもう一度元に戻すのです。ちょっと待て。何もこの世界を守るために自殺する者がこやつでなければならぬというわけでもあるまい。要はこの世界を再び安定させるために封印の鎖の数を増やすことが目的なのであろう。ならば一層この老いぼれが代わりに死のうではないか。わしは少々長く生きすぎておるし、どのみちもはやこの知識を分かち合う相手もすでにこの世にいない。どうじゃ、わしは明暗だと思うんじゃが。そいつはいいアイデアだぜ、じいさん。ただし、どうせこの世界を安定させるんなら、封印の鎖の数は
2本より3本の方がいいと思わねえか。そうですね、3本より4本ということでしょう。多分5本もあれば君のご主人様に鎧を着せても平気なんじゃないかと僕も思うんだ。何も時代の神の座を約束されたお前が死ぬ必要なんかないんだぜ。そんな勝手を私は絶対に認めたりはしませんよ。なぜじゃ教皇、お主たちの目的はあくまでもこの黒き羽の世界を安定させ、できうればメフィストの魂を受け継ぎし次世代のサタンを復活させることにあるのであろう。ならば邪魔者のわしらが自殺することはお主たちにとってむしろ好都合なはずではないか。それはまあいいでしょう。それにしてもまさかあの箱舟の作り方を我が父ノアに教えてくださった大天使ラファエル様にまで裏切られることになろうと。それほどまでにあなたたちが死に急ぎたいというのであれば致し方ありません。今すぐにでもあなたたちは自殺すべきなのです。貴様一体何者じゃ。お主、教皇の口を使って喋っているものの、おそらく彼女自身ではあるまい。なぜならわしが箱舟の作り方を教えたことは事実じゃが、そのことはノアに固く口止めしてある。また家族にも隠れて一人で巨大な箱舟を作り上げたほど信仰心の厚かったノアが、大天使であったわしとの誓願を破ってまでそのことを他人に喋ったとも思えん以上、当時まだ赤ん坊だった彼女自身はわしが箱舟の作り方をノアに教えたことなどどう考えても知らんはずなのじゃ。おラファエル、突然何を言い出すのです。私はあなたもよく知っているノアの娘ヤペテではありませんか。貴様の正体は一体。惜しい、惜しかったな。貴様その声は強欲の魔紋。お前らもう少しで自分から死のうとか思わなかったか。その声は暴食のバール。あの程度の戦いで我が怨念が消えたとでも思ったか。ケルビムさん、当然美しいアタシや大したことのないアスタルテもいるわよ。って誰が何ですって。今まで私たちを騙していたこの猿女の正体はどうやらメフィスト様が受胎の魔法と不死の呪いを使って作り出したより代となる子供を産ませるための道具だったみたいね。大天使の鎧で私たちの魂の複製は取ってあったものの、あの鎧で転生するためにはまたどっかで強力な意志の力を持ったより代を探さなきゃいけなかったじゃない。普段だったら他の大天使たちが探してくれるとこなんだけど、みんな同時に死んじゃったからどうしようかと内心ヒヤヒヤしてたのよ。ところが
この猿女の体内に5人も依代がいたなんて、私たちもほんと助かっちゃったわよ。これで私ももう一度赤ん坊のような肌に生まれ変われるのかしら。やっぱり気にしてたんじゃない。うるさいよね。この猿女の狙いはどうやらメフィスト様を転生させつつこの世界の崩壊を防ぐことにあったみたいだけど、私たちの狙いはもはや違うわ。メフィスト様はすでに亡くなられ、その鎧の今の持ち主はバカだから転生を拒んでいる。その上、このメフィスト様のご遺体から強大なる魔力が流れ込んでくる素晴らしい教皇の体を手に入れた今、私たち以上の実力を持った者がこの世界にいると思う？貴様ら教皇、あ、いや、ノアの娘、ヤベテをどうした？猿女の魂ならもういないわよ。何？強大なる魔力を誇る教皇といったところで、所詮中身は猿に過ぎんのだ。意志の力で我々大天使たちにかなうはずなどないではないか。きっと今頃どこかでかくれんぼでもしてるんじゃない？貴様ら！とりあえずの私たちの狙いはあなたたちへの復讐あるのみ。体が一つしかないから一人ずつ交代で相手をしてやる。あまり突っ込むではないぞ。奴らすでになりふりなんぞ全く構っておらん。おう、何が来ようと俺の自由を守るために俺は戦うぜ。まだそんなザレ事を信じているのか。なんだと？それじゃあお前にとって自由とは何だ。人は自由の名のもとに今まで何度も戦争を繰り返してきたが、それで得た自由は往々にして他人の不自由とたくさんの屍を生み出す原動力となった。社会という枠にしがみついて生きる他に方法のないお前たち人間にとって真の自由など本当に存在するのか。大体お前はこの問いに自分自身の力で答えられるのか。正義だってそうではないか。大体戦争とは自分たちの利益を優先させて自らが正義を名乗る卑劣感が先に始めるものだ。結果的に勝った方はどんなに残虐な行為をしてもほとんど問題にはされず、正義だから勝ったという言い方で民衆を騙すもんなのさ。何？大体自分は正しいと信じていることなどその人々と同じ数だけ存在するというのに、自分が正しいと信じていることを他人にまで強制するなんて、それこそがすでに常軌を逸した考え方なのだよ。この世に絶対的な正義はある。それじゃあ善悪を決める基準とは何だ。そしてその根拠とは何なのだ。今こうしている間にもお前たちが原因で大勢の人間が死んでいってるのだ。大体本当にこの世の中に絶対悪や絶対善なんてあると思っているのか。そういえばヨハネも人権とか権利とか言っていたわね。ああ、言ったとも。それじゃ
他の動物や植物にも生きる権利とやらがあるっていうのね。広い意味で言えばそうじゃ。全ての動植物は他の生き物を栄養源にしなければ生きていけない罪深き存在。自分たちは他の動物の生命を奪わなければ生きてはいけないくせに、どうやって生きる権利とやらを他の動物に主張するのかしら。それは人間が。つまり人間は他の動物たちとは違う特別な存在だから、権利を主張してもいいということかしら。すまん、言い直させてもらおう。人権とは、人間が人間として最低限生まれた時から保障されるべき生命や自由や平等のことで、人間だけはその全てを特別に持っているって言いたいのね。だから人間は他の動物をペットにしたり殺したり、彼らの生活環境を自由に壊したりしてもいいと。いや、そうは言っていない。そもそも権利を主張する以上、義務も存在するっていうことよね。それじゃあ、人間が人間として最低限守らなければならない義務って何なのかしら。それは私にはそれ以前に、この世界に住む者として守らなければならない最低限の義務があるように思えるんだけど。お主、いつからそんなに頭の回転が速くなったんじゃ。